ソフトバンクに行って、iPhone 契約してきました。箱はこんな感じです。じゃあ開けます。あ、もう開けたんですけど、ショップで開けたんですけど、とりあえず同期とかやってみようと思います。操作しづらいのでフィルムを剥ごうと思います。ビロビロビロ。なんかこうスレートっていう色なんですけど、濃い紺色、若干ほとんど黒に近い紺色っていう感じですね。なんかさっき家来て、Wi-Fi なんか接続して勝手にメールとかもうなんか受信してしまうんですけど、いや、 やっぱり持った感じ軽くて薄いっすね。やっぱな、前の iPhone と違うのはここの背面が、なんか背面パネルが透明じゃなくて、なんつうんですかね、これちょっとプラスチックっぽいっちゃプラスチックっぽいですね。まあそんな感じです。サファリ、あ、早いっすね。ヤフーとかグーグルはなんかやっぱ早いな、スピードは早いです。アップル、表示なんかデータのダウンロード速度っていうよりもなんか表示するスピードが速いような気がします。なんかこう画面のリアクションが早いですね。今は Wi-Fi で接続してます。やっぱ早いんじゃないでしょうか。ヤフーに行って適当なニュース、パソコン版の画面、いや早いっすね。今前の iPhone4 で撮影してるんでちょっと速度比較はできないんですけど、やっぱ結構早いと思いますね。ライブ配信ですね。ライブ配信、YouTube。なんか同期しなくても普通に YouTube とかネットに繋がりました。なんか画面もちょっと明るい気がします。早いな、こう例えばこういう一覧の YouTube の一覧の動画、一覧の画面からこうクリックして再生始まるまでのスピードがちょっと早い気がしますね、やっぱり。なんかこう動画もカクカクしたりすることが iPhone4 の場合多かったんですけど、5はやっぱなんか滑らかに動いてるような気がします。ちょっとまだゲームのアプリとか試してないんで、今同期させたしたら後で試してみようと思います。ランキング、 YouTube のランキングはよく見るんですけど、表示が早いっすね。ランキングの表示も早いし、ランキングをクリックしてからの動画の再生され始めるスピードも早いですね。やっぱ
実質2倍以上速いとかって処理速度が2倍以上速いとかっていうのは意外と本当なのかなという印象です。まあまだちょっと具体的に今初めてやったばっかりなんでちょっとわかんないですけど、速いことは速いですね。体感で結構まあ 1.5 倍くらいは速いような気はします。